映画ロックフィールド伝説の音楽スタジオ公開記念レコーディングスタジオあるある伝説。はい、レコーディングスタジオはあるあるの宝庫だよ。あるね、アシスタントが ね、ま、あの間違ってテープ全部消してしまったりとかね。 あるある、はいはい、さあまずは、こちらですね、ロックファン必見、我々が知ることのできないレコーディングスタジオの実態を描いたこちらの映画の美味しいところを凝縮してありますのでご覧ください。イギリスの片田舎に世界初の滞在型スタジオを作った兄弟がいた。 Kingsley and Charles Ward are farmers who've gone into the pop business, converting the outbuildings of their farm into one of Europe's best equipped recording centers. 彼らは次々にブリティッシュロックの傑作を生んだ。We turned the recording world upside down. We'd never been in a studio. We'd never been on a farm. Freddie is in there doing the finishing touches to Bohemian Rhapsody. Boy, Tonto, this huge bit of cheese in his hand. Through sex, drugs, and rock and roll. The 70s was a massive recession, and the music business caved in completely. The Stone Roses saved Rockfield. They stayed there for 14 months. That album was called Second Coming. It was a long time coming. It was like the height of the Manchester boom. Rockfield, 伝説の音楽スタジオ。はい、このスタジオからですね、もう数々の名曲が生まれてますけどね。やはりクイーンは絶対外せないですな。マーティハン、まずはじゃあ、あのここでレコーディングされたラブオブマイライフやってみましょうかね。いいじゃんいいじゃん。でもローリーってさ、なんかクイーンバカだよね。もう完全にいい意味なんだけど。クイーン命。空気感が良かったですね。なんかずっとフレディをなんか蘇るようなイメージですね、うん、これをこのロックフィールドスタジオでねレコーディングしたっていうのは。さあところでマーティはこの映画を見てどうでした？めちゃめちゃ面白かったんですけど、うん、アメリカ人の僕にはあの人たちのイギリスの訛りがあまりに強すぎて完全に字幕に頼った。はい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 、100% 日本語で頼ったんですよ。あのウェールズ訛り的な、なんだろうね、こうあのイギリス訛りっていうことは、あの人たちの英語は僕の日本語より悪いということですね。しかし、まあ、あのロックフィールドはね、滞在型のスタジオなんですけれども、お二人はあの滞在型のスタジオっていうのは経験ありますか？ロリは。僕ね、1989年に生まれて初めて、はい、あのデビューアルバムレコーディングするとき河口湖のスタジオに、行ったんです。でバンドのメンバーで行って案内されたとこは このこれぐらいのこれぐらいのサイズのところで、まあ12畳ぐらいのところで、どうもこれがレコーディングスタジオだと思えんなと思ってセッティングしてたら、後でエンジニアの人が来て大笑いして、ここはあの物置小屋だって言って、本当のスタジオはこれだって言ったら、ものすごいスタジオがそこにあった。あ、よかったですね。なんかね、うん、マティは実はかなり経験あるんですよ、うん、あのカリフォルニア州のプレーリーサンレコーディングなんですけど、うん、あの僕のカコフニーの2枚作ったんですし、ソロアルバム何枚もあそこで作ったんですけど、うん、あれは完全に牧場の中のスタジオですよね。だからスタジオから出たら
牛とか鶏とかがいてもうとかの音すぐ聞こえてもう完全に牧場の中なんですね。あのまあ一応いたんですね、あの本当に音楽に集中はできるなんですけど、することがないんですよ、レコーディング以外。だからそれはちょっと厳しかったけど、あの僕とジェイソン・ベッカーいっぱいあったんですし、ポール・ギルバートよいっぱいあった、あのリッチ・コッツェンとかグレッグ・ハオとか意外とギターヒーロー系のスタジオでしたよ。さあ、まあここですね、レコーディングスタジオあるある行ってみたいと思います。音を追求するあまりテイクを重ねすぎてどれが正解なのか見失いがち。あ、超あるじゃん。マーティが早かったかな、あ、じゃあローリー何これ、時間が帰らなくていいから時間が無尽蔵にあるから、うん、歌のテイクも何十トラックも取っちゃって結局何が良かったのかもう本当に分かんなくなってしまいますね。なんかそういう時はどうするんですか。そういう時はあのもう自分では何も決めないっていう、もう決めてもらうことにします。客観的に見て、聞いてもらって、マディは。僕なんかレコーディングの時は特にあのライブと全く違う考え方ですね、ライブはその日のその一期一会の人の集まりとか、そういう日の空気を守ることが大事なんですけど、スタジオって永遠まで聴いてくれるようなものを作ろうと思ってるので、弾いてる時に魔法を待ってるんですよ。だから時々ファーストテイクで魔法が出る、それ一番いいんですけど、150テイクかかってもそれを待ってるんですよ。だから両方のケース結構あるんですよ。だからあの数えきれないほどテイクあるから、どれが一番ベストかちょっと分からなくなるなんですけど、魔法を聞いてる瞬間にこれぞと絶対分かる。なるほどね。こんなことないですか、はいはい、ソロとか撮ってて、あ、失敗した、あ、ミストーンを出してしまったと思って自分ではダメだと思ってるけど、プレイバックしたら実はその間違ったところがすごいかっこよかった。聞く聞くそういう話あるある、ね、でかい音を出しすぎて隣のスタジオからクレームが来がち。みんなあるじゃん。あるんだ。みんなあるじゃん。じゃあ、この場合、じゃあマーティから行こうか。そうですね。メグレスの頃に、僕らはあのラスティンピースのリハした時に、同じリハスタジオ のところになんかスパイナルタップもツアーの準備してたんですよ。だから僕らはリハする時にいきなりスパイナルタップのメンバーがやってきてスタジオに入って、お前らうるさいじゃん、僕らは練習できないんだよって、もう本当になんかコントのままでやってくれたんでそれはすごい嬉しかったですスパイナルタップのファンとして。へー、ローリーは。これはね、よくレッド・ツェッペリンとかね、ジミー・ペイジとかのインタビューを聞くと、ギターアンプを廊下に出して、この映画でもありますよ、ありますよね、トイレに置くとか、あれのね、あれ結構みんな やるんですけど、あれ隣のスタジオの人があれをやってしまうと、もう全部音が丸聞こえてこっちが何にもできなくなってしまうこと、特にメタルバンドの人は多いですね。ドラムを廊下で撮るとか、ギターアンプもう耳がもうどうかなるぐらいの音でしたよ。本当にやる人いるんですね、ドラムを廊下に出したりとか。いますね、アンプすごかった。隣のスタジオに大物がいがち。そうですね、あの僕はあの自分のソロアルバムの True Obsessions のマスタリングの時に、僕はあのホリウッドのキャピタルスタジオでマスタリングしたんですよ、その時に僕のエレベーターに入ったらデイビッド・ボーイさんが同じエレベーターに入ってたんですよ。いや、僕大ファンですから、なんか光栄でしたから、もうこのぐらいの挨拶しかしてなかったんですけど、やっぱ大物大物でしたね。なんかちょっと嬉しかったのは、彼はそんなに背が高くなかったんですよね。僕と同じぐらいか僕より少し小さいか、いやでも、ね、嬉しいなと思ってたんですね。オーラがもう半端なかったんで嬉しかったです、ね、このロックフィールドでもちょっとね、デビッドボーイにまつわるエピソードはね、出てきますよね。ありましたね、はい、僕も実はありましてね、生まれて初めてロンドンでレコーディングした時に、隣のスタジオでやってたのがブラーだった。おで、何がびっくりしたっていうと、ピザ
はいはい、全員がピザをあのラージサイズのピザをこうここにこうここにピザを全員が持ってこう食べながらあのビリヤードやってた。え、こうやって片手でこう玉突きみたい。しかもあのラージサイズっていうのはもう何人かで食べるもんだと僕たち思ってます。一人一枚食べてるわけです、あのラージ。ブラー的にはこれ成功の証じゃないですか、俺たちは一人一枚だぜみたいな。ああそうかもね。もしくはすごくそのピザを食べたら美味しかってたくさん食べたくなる状態だったんじゃないですか。あ多分僕そのように見えます。あとイギリス人ビリヤード命ですよね。さあそれではレコーディングスタジオあるあるをたっぷり聞いた上で映画の方をどうぞ。The isolation allowed us to create our own world. You could get up to whatever you wanted. So you did. It felt mega. You're like, that's what you sort of read about. You go, fucking hell, this is what it's fucking all about. This rock and roll, man. With that creativity comes high emotion. That's when it all went a bit tits up. I was looking for a word which was like, yellow. And that gave us our lives for the last 16 years.It's about being a part of something way bigger than you. You're a part of something else rather than just it. Very important for rock stars. Oh, fuck off. When you're going to struggle with your life, never give in, keep going. The best is yet to come. Rock and roll, man. Cool.もう予告編だけでねこう胸が熱くなる作品ですけどもね。そういえばこのスタジオあのジューダス・プリストもサッド・ウィングズ・オブ・デスティニーレコーディングしてるんだよね。そうだよね、それは運命の翼だよね。運命の翼でも生きにやろうよ、生きにやろほんまに放題が好きだね。放題好きだよ、ね、いやこれ好き、この生きにえっていうのいいね。そのヘビの曲はその牧場で作ってた、不思議なことですよね。不思議ね。さあそして皆さんチャンネル登録もお願いいたします。さらにツイッターの方ではバックステージの様子も覗けますのでぜひフォローしてください。 So please subscribe, smash that like button and share the video. Hell yeah!